美白美白とは、色素沈着が少ない、白くて明るい肌の色のことである。日本では、古くから、色の白いはな軟革すと言われ、日焼けした黒い肌は労働者階級に所属することを意味したため白い肌が、高貴さと美しさの象徴とされてきた。近年では男性に対してもそれを求められる風潮も、ある。1989年には、 人での臨床試験を経た医薬部外品にメラニン生成を抑えしみ、そばかすを防ぐという効能表示が行われるようになり、一般に美白化粧品と呼ばれる。化粧品の広告で美白を謳う場合にはメラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐを併記する必要がある。人間の皮膚の色は人種によってその色合いが異なるが、 これは皮膚に存在する色素のメラニンに負うところが大きい。また皮膚が黒くなるのは色素のメラニンによるものが大きい。肌の色には皮膚下に存在する毛細血管中を流れる血液の色、すなわち赤血球の色も影響する。最長像平安時代伝、源の頼朝像美人が色白を好む価値観は日本で古くから存在し、絵画において、 木地にや美人はしばしば極端に白い肌で描かれていた。ウグイスの糞を乾燥させた粉が色白になる洗顔料として利用されていたこともあった。色の白いわなななんかくすということわざもある。色白の女性は少しぐらい醜い点があっても目立たないという意味である。また、白い肌は女性の清潔感の象徴ともなった。一方で、 1960年代には、小麦色の肌が健康的であるとされ、育児においても奨励されたほか、レジャーブームもあって、ファッション化し、当時の化粧品会社の CM でも小麦色の肌がアピールされていた。だが、昭和末期頃から、オゾン層の破壊と紫外線の問題が取り上げられるようになり、肌を焼く文化は1990年代初頭から、次第に、 女子高生などに広がった日焼けマシーンアングロギャルによって最高潮に達し平成時代には衰退に向かうそして1990年代後半に美白という言葉が美容研究家料理研究家である鈴木その子によって提唱され流行したとも言われる1950年代にはハイドロキノンモノベンジルエーテルは 1952年から1958年にはメラニン過剰の治療に使おうとされたが不可逆的に色素脱出を起こし塗布した部位以外の離れた部位にも起こるため商品は販売中止になった。日本でも1954年に皮膚の色素沈着への効果が報告され化粧品会社も2%濃度の美白化粧品を発売。 1957年には2ヶ月から12ヶ月の使用によって天井や毛状の色素脱出犯が起きたことが東京時計会以下大学皮膚科教室の医師らにより報告され1957年に厚生省が化粧品への配合を禁止し薬品としての認可もない状況が続いている1961年にはクスシコ美白クリームが販売されている 1980年以前に医薬部外品のビタミン C やプラセンタエキスに日焼けによるシミ蕎ばカスを防ぐという効能表示が行われていたが人での臨床試験を行ったものかは定かではない。1980年より有効成分の申請には人での臨床試験が必要となり医薬部外品としてこの制度によって 承認を得た1989年の工事さんを最初としてメラニン生成を抑えしみ、そばかすを防ぐという効能表示が行われるようになり、一般に美白化粧品と呼ばれるようになった。1990年に日焼け止めの効果指標である SPF は1990年には最高が20だったものが、 各社がしのぎを削り数値を高くしていき1998年には100を超えたが2000年以降は通常は50であれば十分だという確認から SPF50 を最大表示とするようになった2013年にカネボ化粧品は肌がまだらに白くなるとの訴えを受けて自社開発成分のロドデノールを配合する化粧品を回収した 回収時に把握していた39人ではなく、顔に3箇所5センチ以上の白斑を訴えた人数は7月には2250人となり、2018年11月までに約2万人となり、うち1万8000人と合意した。アメリカ合衆国のニューヨーク州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、モンタナ州、テキサス州で美白成分に含まれる、 ハイドロキノンが禁止され、2014年には代替成分を利用した美白化粧品が増加してきた。2019年に東アフリカ立法会議は、ハイドロキノンを含む美容物質の製造と輸入禁止のための条約の制定を可決した。また、同年にはイングランドとウェールズの地方自治体協議会は、 ハイドロ機能を含む美白クリームについて消費者に使用しないよう勧告を出している。肌の黒い色素となるメラニンは細胞の中に存在するチロシナーゼと呼ばれる酵素が紫外線などにより活性化されることにより生成される。メラニン生成の抑制には紫外線等の外部刺激から肌を守ること、またメラニンの生成を抑える化粧品を用いる方法が一般的である。 そしてメラニンを老廃物として排出するために健康的な基礎代謝が必要である。多くの美白有効成分はメラニンの生成に重要なチロシナーゼに作用しメラニンの形成を阻害しているが一部の成分には安全上の懸念や副作用による制限事項が存在する。そこでメラニン細胞を傷つけずにチロシナーゼに選択的に作用するような 様々な成分が探索されてきた。米国で美白剤として認識され処方されてきたものに、ハイドロキノンやレチノイド、アゼライン酸がある。ハイドロキノンで稀に起こるアレルギーによる皮膚刺激性や長期使用による強磁変化の後遺症、明確には確認されていない発言性の噂から代替製品の市場が拡大してきた。またハイドロキノンは、 チロシナーゼの反応を阻害するというよりも、メラニン細胞に対する毒性を通して作用している。日本で美白化粧品であることを公に歌うためには、薬規法で定められた美白有効成分が配合された医薬部外品である必要があり、例えば、ホワイトニングという表示はこの基準をクリアしていないと使えない。こうした美白化粧品では、看板や、 老人性色素反を対象に、すでに存在する色素沈着が改善したかを判定しているが、承認された効能はメラニン生成を抑制し、シミ蕎ばかすを防ぐであり、シミを薄くするという効能では2015年までで承認を得たことはない。化粧品は美容目的であり、治療を謳うことはできない。医薬部外品として承認された成分は、 医薬部外品原料企画2006に記載されている。その他、十分な水分に満ちた肌は光をより多く反射し、白く美しく見せる。ありがとうございます。